どうもご視聴ありがとうございます。8ビートチャンネルのビアンです。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回の動画はチャンネル登録者数30万人以上の車系 YouTuber 天猫さんがプロデュースした戦車用品ブランドミネットの戦車用品、こちらをフルラインナップ使用して 3PH 戦車から仕上げまでやっていこうと思います。非常にコスメティックでおしゃれなボトルデザインですよね。楽しみです。それではスタート。今回使用した洗車用品は動画の概要欄に詳細のリンク貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。まずは 3PH 洗車の準備をやっていくんですけれども、アルカリ性のブランブルアルカリ化シャンプー。こちらをケルヒャーの高圧フォーム20倍希釈で使用していきます。ちょっと粘性が高い感じがしますね。ケルヒャーの高圧フォーム以外にも、蓄圧式のフォームキャノンで60倍、バケツ洗車100倍程度で使用することができます。青リンゴの香りでね、色で区別ができるのもグッドな点ですよね。続いて酸性のカーシャンプー、ライコイアシッドカーシャンプー。こちらもアルカリ性と同様、20倍希釈の高圧フォームで使っていきます。こちらももちろん蓄圧フォーム、バケツ洗車でも使用可能です。それではスノーフォーム2種類の準備が整ったので洗車の方を始めていくんですけれども、まずはケルヒャーの高圧でボディ、それからタイヤホイールに乗った大まかな砂粒などの汚れを取り除いています。ボンネットの水はじきは少しちょっと中途半端な感じになってしまっていますよね。サイドには簡易コーティング施工してあるんですけれども、こちらはまだ少し元気かなという感じですね。ホイールの方に鉄粉除去剤を噴霧していきます。で、ミニットは鉄粉除去剤ないので別のメーカーのものになります。この状態で、ブランブル、アルカリ化シャンプー、20倍希釈したものを高圧フォームで泡をかけていきます。泡感は非常にもごもごした感じですね。20倍でも結構泡出しはいいなというふうに感じました。で、泡で汚れを浮かせている間にタイヤとホイールですね、こちらをワポーの柔らかホイールブラシを使って4本洗っていきます。で、1本1分ぐらいで洗っていくので、だいたい5分ぐらい経ってから、泡を流していきます。これでね、ホイールも表面だけですけど綺麗にすることができると思いますね。まあ、こうした方が効率的にタイヤホイールも洗うことができるなという感じですね。で、泡切れの方もね、スパッと切れる感じですね。めっちゃ残るって感じはしませんでしたね。はい、続いて、ライコイアシッドカーシャンプーを20倍希釈で使用していきます。スノーフォームかけていくんですけれども、酸性シャンプーって20倍ぐらいで使うと結構シャバいものがあったりするんですけど、こちらは全然そんなことなく結構泡出しましたね。 pH は2で結構酸性としては高い値だと思います。で、グレープフルーツの香りが、いい香りが広がっていきます。泡感はこんな感じですね。で、酸性なので、水垢、水染みなど、むき汚れに効果があります。そして、中性のカーシャンプー、ジンガプーラカーシャンプーですね。こちらを使用して、コンタクトウォッシュ、手洗い洗車をしていきます。色がね、見てわかると思うんですけど、ブドウの香りがしますね。こちらはね。ブルーベリーの色してますね。泡立ちはね、非常に良かったですね。で、希釈倍率はだいたい500倍程度で使用していきます。で、こちらのカーシャンプーも、高圧スノーフォーム、蓄圧フォームで使うことができます。で、バケツにカーシャンプーが準備してきましたので、先ほどかけたライコイアシッドカーシャンプーを流していきます。こちらのね、ライコイの方も、泡切れの方は良かったですね。スパッとなくなる感じがしましたね。はい。で、ルーフについてなんですけれども、ルーフはちょっと手が届きにくいんで、マイクロファイバーマテネスのインクレディポール。ガラスなんかもこんな感じで、このインクレディポールで洗っていきます。ワンパネルごとに洗っては水で流していきます。はい。そして、出ました。こちらがロシアンブルミッド。これ楽しみにしてたんですよね。猫の手。はい。肉球の部分もね、マイクロファイバー素材ですね。非常に質感は良かったと思います。
もうこんなんつけたらニャーと言わざるを得ないですよね。シャンプー液をよく吸ってくれてね、非常にあの滑りがよく洗車することができるんじゃないかなというふうに感じたのですが、私はちょっとあの手首とか腕とか結構太めなので、ちょっとあのワンパネル洗車をするときってね、あの外すんですよ、ミットをね。なのですっぽりとグローブ型で使うのはちょっと使いづらいかなというふうな、印象を受けましたので、でボディに使う際はどうなんだろうなというふうに思いながら、うん、まあミットを手にはめて使う人はいいんじゃないかなというふうに感じたんですけれど、結局あの手に持ってやったんですけど、これだとちょっと滑りやすいのでね、あの気をつけていただきたいと思います。でね、こちらあの指が分かれてるんで、あのホイールミットにはね非常にいいんじゃないかなというふうに感じましたね。素材の材質も、いいマイクロファイバー素材使ってると思いますし、内部のスポンジもね結構肉厚でね、で、あの指が分かれてるのが、ホイールのスポークとかに結構ね、あのいい感じに使えるんじゃないかなというふうに感じましたね。はい、それでは、コンタクトウォッシュ終わりましたんで流していっておるんですけれども、水の流れバチバチとね撥水の方を再度してたんですけれども、こんな感じで疎水な感じになりましたね。まあ、3ピース洗車したらこんな感じになると思います。はい、まあ、それだけまあ洗浄力もあるというふうにね、取りましたね。非常に綺麗になるなという印象を受けましたね。ただ残留成分がそんなにあるかなといったら、そんな印象は全くありませんでしたね。一旦コンタクトウォッシュが終わりましたので、あの空を向いてる面ですね、ルーフ、それからガラス、あとボンネット、こちらは一旦拭き上げの方をザクラスとシュープリームドライングタオル、こちらを使って拭き取りをやっていきます。次にボンネット以外の面はラグドールワックスカーシャンプー、こちらを使用していきます。今水流してるんですけど、この、バンパーのところもね結構疎水になってるんですけれども、こちらに施工していこうと思います。あとサイドもね、ラグドール使いたいと思うんですけれども、このようにマロレックス、これの蓄圧式フォーム、これを100倍希釈で、バケツも100倍希釈ですね。で、高圧フォームで使う場合は20倍希釈でも使えるそうです。もう、かけた瞬間からね弾いてるのが分かったと思うんですけど、これであのコンタクトして洗っていくと、でそれで水で流すと、深いツヤと撥水、あとねスリック性が結構良かったです、こちらはね。で流してみてしっかり残留がないように流してください。こういう、コーティングシャンプー系を使うときはあのきちんとあの想定以上に流す、っていうのをやっていただかないと、残留成分が乾いてシミになっちゃうとね、あの結構取り返しのつかないことになるので気をつけてください。はい、で結構ねあのシャバシャバな感じだと思うんですけど、まあこんなもんだと思いますね。コーティングシャンプーってあんまり泡がモコモコ立って残留成分がね多いと、結構大変ですね。で洗浄力結構あると思います。で、まあ汚れがひどい場合は何度か、往復してねやっていただくといいと思いますね。先ほどのあの疎水になった状態よりも水が落ちていくスピードが速くなっているというふうに、見て取れると思います。しっかり流してくださいね。はい、そしてホイールの方ですね、こちらも、ラグドールワックスカーシャンプー、こちらを使っていきますね。僕はあのワックスシャンプー使うときっていうかね、コーティングシャンプー使うときはね、こういうあの蓄圧式フォームを使いながらやるのがね、あの非常にコスパというか効率がいいなというふうに感じてるんですね。バケツで用意しちゃうとあの余ったときが困るなっていうのがあって、あとしっかり流してもらったらこのようにね撥水がバチッとかかる。まああのホイールとかはすごくねあの見てすぐわかるなっていう感じがしますけれど、ボディとかねしっかり拭き上げをすると、ツヤ撥水光沢しっかりと出ますんでね。あと実は普通にあのスプレーして流すだけでもきちんと弾いてくれるんじゃないかなと思ってたりもします。まあ今度試してみようかなというふうに思いますね。ウェットコート的に使うというやり方ですね。それでも十分弾いてくれるんじゃないかなというふうに思います。は
はい。で、ラグドールカーシャンプーは、まあ、別に 3PH 戦車の仕上げにやるというやり方じゃなくてもね、全然普通に通常のね、シャンプー戦車でだけでもいいかなと思いますし。ここのフェンダーのところ見ていただくとわかると思うんですけど、結構ツヤが上がったんじゃないかなというのが見取れると思います。でね、拭き取りしてる時に思ったんですけど、やっぱりね、スリック性はいいなというふうに感じましたね。これ結構ね、重要なポイントだと思うので、滑り性が高いということは、摩擦軽減されるので、洗車傷を抑えてくれるという効果がね、高いんじゃないかなというふうに思います。続いて、ポンペイタイヤワックスですね。これを使っていきます。で、水性のタイヤワックスで1ヶ月程度の耐久があるそうですね。あと、特徴としては、速乾性が高いというのも、特徴だと思います。で、タイヤワックスの中では結構乾きが遅かったりするものがあると、塗り終わった後にね、すぐ走る用事とかあったりするとね、まあ困るなというふうな印象なんですけれど、これなんか、まあ速乾性が高いっていうのは塗っててね、思いましたね。あんまりこうなんだろう、ベタベタしないというか、スーッと乾いていってるなっていうのが分かったっていうのと、それからあまりギラギラしすぎなくて自然な感じの新品のタイヤのようなツヤになるなという印象を受けましたね。施工性も非常に良かったと思います。私結構スポンジにプシュプシュしてますけど、ワンプッシュだけでいいみたいですけど、まあ最初はね、馴染ませるためにも、スープッシュした方がいい。ちょっとボンネットの方の水垢落としと油分落としがちょっと映像に残ってなかったんですけれども、その後ね、リセットして脱脂してからですね、ベンガルウィリキッドワックスの方をね、施工していこうと思います。使ってる脱脂剤はショールコンセプトのプリパレーターサーフェクスクリーナー。という脱脂剤を使っています。これも使いやすい脱脂剤ですね。効果もね、非常に高いですね。はい。ということでですね、続いてボンネットの方にベンガルリキッドワックス施工していきます。120ml 入りで、そんなにね、容量入ってないかなというふうに印象を受けるんですけれども、結構そんな使わないです。結構今これプシュプシュやってますけれど、50センチ四方にワンプッシュするぐらいでいいそうですね。私はでも最初、一番最初施工するときはね、クロスの方に数プッシュと、ボディの方にって書いてあったボディの方にも数プッシュしたりして、あとはもうスプレーの1回の塗布量があんまり多くないっていうのもあるんですけれど、最初だけこうクロスになじませる塗り込み用のね、意味でもスープッシュしてから、クロスになじませて塗り込んで、違う別の乾いたクロスで仕上げ拭きをする。この手順で施工をしていますね。あと滑り性非常に良かったですね。うん。で、特徴としては、カルナバ、それから SIO2、セラミックですね。こちらの成分が入っているので、バッチリトーンダウンするというよりかは、しっかりと光沢の出るツヤ、それからその中に濡れ感、まあ、リキッドワックス、まあ、カルナバ特有のね、濡れたようなツヤっていうのが、しっかりと出る、そういった印象を受けました。まあ、使ってるそばからね、ツヤ出るし、スベスベになるし、うん。あ、いいなと思ったし、施工性も非常に高くてね、ムラになることも少ないんじゃないかなというふうに思います。それから、施工後2時間ぐらいで雨が降ってきました。撥水が強い。めちゃ強い。あ、びっくりしましたね、これ。これこんな弾くんだなと思って。うん。で、水玉がね、スーッと動いてるのがね、ご覧いただけると思いますけれど。めっちゃ強かったですね、撥水。あと、ラグドールワックスシャンプーもね、撥水の方良かったですね。まあ、下地にちょっとね、簡易コーティングがいたっていうのが落としきらずに使ったんで、まあ、撥水強いなという印象はね、しっかり出てくれたなという印象を受けました。はい。ということで、仕上がりの方をご覧いただきたいと思います。はい。今回、ミネットさんの製品使わせていただいたんですけれども、まあ、アマネコさんが、プロデュースしたということで、まあ、おしゃれ、なボトルデザインでコスメティックというだけではなく、性能としても非常に高いものがあると、そういった印象を受けましたね。全体的にそう思いました。洗浄力もあったし、非常に、ベンガルリキッドワックス、ポンペイ、タイヤワックス、こちら両方ともね、使いやすかった、施工性も良かったと思いますし、で、見てください。この美しいツヤ感。うん。素晴らしいですね。
はい。まあ、製品の詳細ね、気になった方、動画の概要欄にリンク貼っておきますのでね、Amazon のリンク貼っておきますので、そちらから、詳細見ていただいてご購入いただければと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いいなと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。